チャーハン用のチーズも用意しておいてっと。ハンバーグに使うミンチは寝かせておいたし、あと干し椎茸を水で戻しとかないとな。下ごしらえの順序はやや場当たり的だが、手つきは悪くない。これだけそつなくこなせるならば、俺が逐一見てやる必要もなかろう。ああ、神先輩もこれが気になりますか？実は今回作るチャーハン、俺オリジナルの特製レシピなんです。もしよかったら今度先輩にも作りますよ。別にそんなつもりで見ていたわけではない。しかしクルス、その特製チャーハンには当然デザートもつくのであろうな。そうですね、チャーハンなんで杏仁豆腐とかごま団子とかが合うかもしれないですね。その時までに練習して作れるようになっておきますね。完成！いやー、こんなに料理が揃うと爽快だな。お、これお前いつの間に作ったんだ？恋人の手料理なんて嬉しいに決まってるじゃん。めちゃくちゃいい匂い、食欲がそそられるぜ。味見していいのか？じゃあ遠慮なく。ほん、これうんま、世界一うまい。全然大げさじゃないって。お前とんでもない秘密兵器隠してたな。このままだと俺が全部食べちまいそうだ。好きなやつと二人で料理して食卓を囲んで同じ時間を過ごせるなんて最高に幸せだよな。こんな日が毎日続いたらいいのに。なんて突然言われてもびっくりするか。けど俺がそう考えてるってのは本当だから。愛情は最高のスパイスって言うもんな。イメージ映像は楽しんでもらえるかなとか、練習通りうまくできるかなとか、収録が始まるまではいろんなことで頭がいっぱいだった。けど料理を始めたら心配なんてすぐに吹き飛んじまった。食べてくれる人の笑顔を思いながら作るって超楽しくて幸せなんだって改めて感じた。張り切って自己流のアレンジを加えたり、元気になってほしくてついつい大盛りにしちまったりもするけど、その辺はご愛嬌ってことで。よっしゃ、大成功。ご飯がパラッと仕上がったぜ。今日だけの特別なポイントは、厚切りベーコンをハートの形にくり抜いたところ。綺麗に盛り付けて、クルス賞の男気全開チャーハン恋人バージョンの完成だ。おかわりもあるからダーンと召し上がれ。